ユンタクラフテーナイト。さあ始まりましたユンタクラフテーナイト、本日もよろしくお願いいたします。さあ今ですね、FM21、月曜日の毎週13時からお届けしているユンタクラフテーナイトなんですけど、ここを始まっても1年経ちましてね、初めての現象が起きております。なぜならそうです、私といつもやっている YouTube で、岡田を追いというチャンネルね、チャンネル登録者数 45.5 万人のですね、岡田くんが今日は不在と、どうしたんだっていうもちろん声もありますけど、ちょっと岡田くんですね、最近ちょっと多忙ということもありまして、ポッドキャスターね、あとはラジオ、あと最近ダウンタウンデラックスにもやっぱ出た効果もありですね、さらには何ですか、イベントで、あとはロマン革命と曲を出したり、そういった音楽活動などもですね、非常に、忙しくさせている原因でございまして、今日はもう純粋に、多忙ということで、お休みさせていただいております。はい、これ多忙っていうのもですね、多分スケジューリングしろやっていう声もあるんですけども、私たちそういう人たちではありませんし、事務所でもございませんので、お母ちゃんが多忙って言うんであれば、僕たちは、確かにというね。これは仕方ないだろうと、うん。ちょっと多忙でね、あんまり、また詰めすぎても、いけないんじゃないかっていう、もちろん声もありますので、私たちはそれにですね、応援という気持ちで、今日は休んでいいよと、いうことで、今日私がここに座っております。まあ、なかなかね、こうやって、一人で喋る機会っていうのもないので、まあ、一人と言っても、今日のスタッフさんもいますし、こちら富士企業さんの、株式会社富士企業さんですね。後株ですよ。富士企業株式会社さんの、キッチンスタジオ。こちらもですね、しっかりとお借りして、今日も勝又、静岡市県のね、勝又さんが、今日は見守りながらやっておりますので、私はまあ一人というよりは、ちゃんと、こう、いつもの仲間でやってるような気持ちでもあります。なんか、岡ちゃんがこうやってくると見えてきたなっていうのもあるんですけど、まぁ、あ、ちょっと、まぁ、岡ちゃんに頼らず、岡ちゃんに頼らず、まぁ、あ、ちょっと喋ってみようかなと。結構ね、このラジオは好きで、はい、昔ってマネージャーやってる時とかに、一人で喋るラジオの現場とかも行ったことあるんですよ。でも、よく喋るな、この子一人でと思ってたんだけど、やっぱこう一人で喋ってみると、意外と時間が経つのが遅いのね。結構喋ったかなと思ったんだけど、まだ3分経ってないのね。これ不思議なもんだね。自分一人で喋るってのは。古舘一郎さんすごくね？トーキングルーティーン。トーキングルーティーン？ね？あれ一人で90分は喋るっしょ？しかもノンストップで、早口で。あれすごいね、よく考えたら。だから、改めて、トーキングルーティーン、見返してみたいと思います。見てから来たんじゃないですか？見てないんだよね。だから、今日ね、一人で喋るよっていうのを岩くんにちょっと言っちゃったもんだから、はい、まあ今日台本見たら、伊沢さんの一人統計って書いてまして、で、一応岩くんも優しいのよね。その下に、一応トークレイっていうのね、ちゃんと作ってくれてるのよ。で、ここで語ってみよう。伊沢さんの生い立ち。これいいね。なかなか、こういう機会がないと喋れないでしょ？はい。まあ私も今、まあ、この番組だけなんだけど、まあこうやって出て、喋るようになりまして、まあ一応、どれくらいの方が聞いてるかちょっとわからないんですけども、喋れるような人になりましたってことで、もう結構もう素性もバレてますんで、まあ私のちょっと生い立ちっていうのもこの場を借りて、ちょっとおしゃべりしてみようかなと。これがまた10年、20年、自分の息子が大きくなった時にこれを見返して、お父さんこんなことやってたんだなとか、もしかすると僕が本当にお星様になった時も、こういうことはあったんだなとかっていうのを見返していただけるといいなということで。そんな、まあなんか。感動振りしていいんですか？いや。めっちゃ振りましたけど。もう感動とかじゃないから。まずは自分のことを残して、これを後から誰がどう評価するか。どういう感情になるかはもう、その時の聞いた人次第ですよ。なるほど。はい。だから僕の孫を含めて、ひ孫とかね、いろいろ時代が受け継がれていく中で、もしかすると本当に、いえ、今2022年だけど、ね、2900年とかで、あ、これ伊波家の、この時代にはこういう人がいたんだっていうのが、残ってたらよくない？ね。だって、源頼朝で、1185年ぐらい、鎌倉幕府。
頼朝の声っていうのはね、やっぱ残ってないんだよね。探したけど。うん。一生懸命探しましたが、残っていません。で、残念ながら。そう、頼朝とか、やっぱ時代が、のことって、結構憶測も多いから、うん、こんなことがあったんじゃないかとか、こういうのが見つかったから、こういう風に使っていったんじゃないかとか。ただ、土器だって、もしかしたらよ、土器だって、あれ本当なんか、この、なんだろう、煮るための道具じゃないかもしれないからね。うん。で、その近くに、なんか、魚の骨があるとか、食べ物のカスがあったとか。貝塚があったら、そこでアサリを剥いたんじゃないかとか、いろんなことがありますけど、すべて一応憶測ですから。ただ今の時代はこういった技術の発展、まあ本当に科学の発展ですね。それによって、僕の声は、これもしかするとこの1000年後も残ってるっていうことを考えると、非常に嬉しく思います。はい。私の今、生い立ちに行こうかと思ったんですけど、ちょっと俯瞰で今、見て思いました。俯瞰でちょっと、この、まあ、状況見て思いました。これ面白いの？いや、そこまで振っといて喋らないってことあるんですかね。はい。喋るんですよ。これ面白いのかなっていうのもやっぱり考えて、やっぱりこのゴーヤーの皆さんことも考えると、やっぱですね、ここ私一人で行くよりも、やっぱりこの方に登場してもらいたいと思います。早っ！今日は私だけではないんです。お母ちゃんの、まあ、代打。まあ、代打というところまで行っていいのかな？ね。代打っていうのは、その方にとって、要は、良くも、ね、変わっていくための代打じゃないですか。だって、今日、巨人のね、岡本が、4打数4、要はノーヒットと。じゃあ5打席目、ね、変えるっていう時は、岡本より期待ができる人に変えるじゃない？それ代打でしょ？もう確かに。ここで急にさ、なんか、今まで一本もヒット打ってないし、初登場みたいなの出さないでしょ？確かに。だからそれが代打という言葉で合ってるか分かりませんが、私は、実は合ってると思うので今日、この人をお呼びしました。暗黒の代打職人を召喚したいと思います。一つの魂は光を誘い。一つの魂は闇を導く。やがて、光と闇の魂はカオスの光を作り出す。ドラゴンヘルパーリュウスケ、降臨！俺のターン！降臨した！ありがとうございます。いやー、ドラゴンヘルパーさん、はい、ようこそお越しいただきまして。早い。待たせたぜ。いや、はい、いや、本当に。いや、まあごめんね。ふとね、はい、マジで俯瞰で見たのよ。俯瞰で、はい。一応、人様のお聞きになるね。うん、電波に乗っかって流れるわけですよね。はいはい、FM21 さんで。で、FM21 さんだって歴史があるのよ、うんうん。そんなにね、安い会社でもないですしね。はい。いろんなラジオ番組が連なって、うん、今、ね、ここに。そうそう。この番組流れてるわけで。はい。その電波をですね、私物化のように独り占めして、自分の生い立ちを喋ろうなんて、俺は何を考えてんだろうと。あと、これを本当に面白いのかと。で、これね、ラジオだけならまだいいんですよ。はい。これは嬉しいことに YouTube でも配信されますんで、はい、ね、はい。ね、その僕の回だけが、この僕が喋り続けた回だけが、非常に数字が悪かったりとか、した時にですね、はい、やっぱ私もちょっと気持ち落ちますんで、はいはい、やっぱり今はもう数字が見える、はいはいはい。っていうことも含めていくと、まあ、自分のですね、今後のこのメンタルを保つためにも、これはいち早く、さっきの言葉ですね。これ面白いのっていう、を投げかけた方がいいんじゃないかって、はい、僕の中でちょっとジャッジしました。はいはいはい。はい。これは僕にとってのナイスプレイかと思います。はい。一応補足をしておくと、はいはい。ゴーヤーの方のゴーヤーの皆さんにね、はい。収録前。はい。は、伊波さんも、肩ぶん回しの。50分俺が喋り切ると。はいはい。いけるやろ。パーリーは10秒でええと。はい。言った上での、はい。今。今ですね。5分持たなかったですね。いや、でも、これはね、今、改めて本当によ、一人喋りする人いるでしょ？古田一郎さんとか、江原正宏とか、いろんな人いるでしょ？一人の。なんなら、ワイルドスギちゃん。はいはい。スギちゃんもですよ。一人で4分ぐらい寝てやるでしょ？漫談みたいなの。すごいね。一人の人って。うん。だって、助け誰もいないじゃん。ないです、ないです。もうミスったらね、もう、何も。でしょ？自分で何とかするしかない。そうでしょ？頑張ってるよ。すごいよ。改めて。ピンは、間が怖いっすよね。まあ怖い。
だって絶対にその相方、漫才とかだ、コント、まあ漫才とか、その、チームだと、絶対的にこいつが何かをしてくれるっていう、ね、うん、安心のもとやってるけど、そうですね。ピンはやっぱりそれがないからね。ないですね。うん。だからそういった意味でいくと、やっぱピンの方ってのはやっぱり尊敬すべき、はい。ところかもしれないね。だから、パウリーもピンじゃん。そうですね。はい。で、パウリーはでも今ネタやってないもんね。ネタやってないので、うん、僕は。どうする今後は。そうですね。はい。これもです、うん、何番組の後半で、はい、パーリューの今後は喋ろうって、はいはい、番組の前半中の前半10分ね10分ねじゃない、はい、10分ねじゃないですまあいいじゃないのよ。いやいやいや、もう改めてよ、だから今、はい、おかちゃんっていう存在がね、はい、やっぱ大きいっていうのも思いますし、はい、やっぱ今パーリューは今日ゲスト代打ですから、そうです、ね、どっちかというとこの、はい、僕の今船にちょっと乗ってきていただいてるので、はい、そんなに自分からこう発信してくるわけじゃないんですけど、はい、僕がちょっと本当はね、こう MC 力としていろいろ今日振っていかなきゃいけないんですけど、早速、後半の球を使いたいと思いました。はい、早いですって。後半どうすんの？どうすんの、パーリー今後は。後半なんですか？今はどう、今の活動としてはどうなの？今はもうポコチャっていう配信アプリ、うん。ポコチャね。はいはいはい。配信アプリね。そうです。はいはい、それをもうずっとやり、次、まあ、ここをなんか、僕の土台にできればなっていう。ポコちゃんをね。はいはいはい。岡田さんで言う、まあなんか YouTube というか、うん、はいはい。に近い。ポコちゃんってでもさ、あれでしょ？もう配信するだけでしょ？お客さんと会話したりして。まあみたいなもんですね。うん。残らないんでしょ？だからポコちゃんって。やったやつが。アーカイブですか、ね、うん。あ、一応残せはするんですけど、うん、残さない方は。なるほどね。いいですね。リアタイに。この瞬間に来た人しか楽しめないと。っていう形にした方が。なるほど。いいってことで。あ、そうです。基本的には、だから。次の日の夕方とかお昼とかに一体だけしたりしますね。うん、どうするの？そのポコチャのなんかいるの？レジェンド的な人は。まあ YouTube で言うと今だとヒカキンとかさ。はい、はい、はいはい。まあちょっとヒカルとか。はい、はい、はい。はじめ社長とかなんかいるじゃん？いますね。昔からすごい活躍してて、今これが、といえばもう YouTuber みたいな。うん、それなんかポコチャはいるの？ポコチャで言うと福岡みなみさん。おー、はい、タレントさんだよね。あ、そう、今そうですね。ともとポコチャやってて、半年で1億、うん、ポコチャで稼いだ。1億？へぇー。でも、名実ともに、もうポコチャの中で完全にもうちゃんと1位になって辞めたっていう。あ、もうポコチャ辞めたんだ。あ、そうです。もともとが、もうポコチャの中でてっぺん取るっていうのを、はいはい。目的にしてて、はい。でも、1位取って。でもなんか、ポコチャ、でもそれは、でも、タレントとして、もう、ある程度名前を作った状態でポコチャに参入したってことでしょ？あ、いやでも全然だそうです。その、まあ、何も、まあ、活動頑張るってやってて頑張ろうとしてたんですけど、まあ、うん、コロナになって、うん、何もできんくなって、うん、まあ、自分一人でもできるのなんだろう、配信アプリ、じゃあポコチャやろうって言って、初回とか全然3人とかしか。ああ、来なかったんだ。来なかったのを、そっから半年で、1億まで持っていったっていう。じゃあ、ポコチャが作った本当に新しいタレントなんだね。ですかね。今はどうなの？タレントとして活躍してるの？今 CM とか、確かテレシーか。テレシーね。の CM としか出られてる。へぇー。それポコチャが。最近で言うと。でもそれってもうポコチャいないじゃん、今。もういないです。今ポコチャで。降臨してる人、今。ポコチャ。降臨してる人。まあでも、月によって変わりますね。いわゆるそのラン、もう上位の人たちをランカーって言うんですけど。うん、の人たちでこう、戦ってる状態ですね。まあ上はもうある程度固まってあります。だからでも基本一般人が多いってこと？どっちかっていうと。あの一般の人もいますし、うん、まあ、モデルさんだったり、うん、芸人もともとやってたとか、うんうん、あとなんか、シンガーソングとか、はいはいはい、曲弾いてね。とか、はいはい、まあ、いろんな方います、ね。そうだ、パーリーも何位ぐらいなんだよ。僕、まだ全然、まだまだ、ですね。毎日やっても。そうですね。ああ、そっか。なかなかまあ、上に行くのは。じゃあ、頑張っていかなきゃだな。はい。ポコちゃんもそうだけどね。ちょっといろいろオーディションとかも受けたりね。はい、あげたいです。これからいろいろやっていって、はい、タレントとしての株を上げつつ、はい、ちょっとやっていきましょう。じゃあ行きますか。ね。それでは参りましょう。やっぜひと、ドラゴンヘルパーリュウスケの、ゆんたくラッテーナイトこの番組は FM21 沖縄県浦添市のコミュニティラジオ局から有限会社昭和厨房設備、株式会社氷組、フレッシュミート大城、株式会社レント、炭火焼き鳥ゆくる、沖縄スイミングスクールグループ、浦和畳店、フットコーターズ、水晶鍋で食べるしゃぶしゃぶのお店三別邸、眼中の扉、
携帯修理のことならアイサポ。以上各社の提供で毎週月曜日13時から14時の1時間でお届けいたします。また YouTube 岡田とラジオとスタンド FM でアーカイブ配信をしておりますので、日本全国どこからでも聞くことができます。今回のラジオは、岡ちゃん不在の中、ドラゴンヘルパー龍介と僕2人で楽しくおしゃべりしていきまーす。はい、さあどうですか最近パーリュー、最近何してんの？いやポコちゃんですよ。ポコちゃん、ポコちゃん以外よ。お前ポコちゃん以外、君はどうなの？朝起きてどういうことか、何時に起きるの？まず、あ、朝起きたらですか、うんうん、朝起きたらまあ、うん、何時に起きる？7時前ぐらいに。7時前ってことは6時？ 50分だ、55分ぐらいから、その、ちょうど大体そこ、大体この辺りに。どうやって起きるの？目覚まし？目覚ましか。携帯のアラームで起きて。はい、でも、はい、なんか、一緒に寝てる人いるでしょ？同居人。はい。佐野くん。佐野くん。で、気になるじゃん。ピピピになったら、せっかく寝てるのに。佐野くん、どう起きてるんですかね？佐野くんは結構、まあ、佐野くん自身もアラーム結構設定してるんですけど。はいはいはい。割と起きずに、アラーム無視して寝続けて、まあ本当は起きてるかもしれないですけど、あ、なるほどね、もう消すのもしんどいで寝てるかもしれないから。君はちゃんと起きるんだね。僕は。かかるからね。はい。起きて。ほんで。で、歯磨いて。歯磨くね。はい。うん、ほんで。歯磨いて。うん。で、だいたい7時とか7時過ぎに。早くね？何？に？に、ポコちゃんのラジオ配信であるんですよ。ああ、そういうことね。まあ画面映さない配信。はいはいはい。を、だいたい45分か50分ぐらい。どこで？あの、外の公園で。また、その時も公園行くんだ。公園ですよ。映んないんですけど。いや、雨降ってるよ。雨降ってる人は傘さして。嘘でしょ。傘さして、外で。はぁ、雨の音も一緒に。あ、そうですね。BGM が雨音。いいじゃない。癒しだね。はい。最近まではね、あの、セミの鳴き声が入ってた。あー、確かにね。今も鳴くなって、今、はいはい、その虫。セミが鳴くなったの。セミ、まあ、その、セミの鳴き声をこう。BGM で勝手に入ってたんですけど、外だから。はいはい、で、セミが亡くなった。亡くなって。死んじゃったってことね。違う、それを言わんようにしてたのに。なんで言わんようにしてたの？いやいや、まあそうなんですけど。命ってものは、はい、ね、ちゃんとお届けしないと。はい、お届け。うん、いや、そう、まあまあ、そうなんか。季節を感じる。そう。命をもらうってことだからね。はい、確かに、うん。私たちは命をいただいて、はい、今ここに存在するんだからね。はい。わかる？うん、はい。で、40分間やるんだ、大体4、50分ぐらいですかね、やって、はいはい。で、誰が聞いてるそれ。大体何人ぐらい？大体、でも10ぐらいは。聞いてんの？そうですね、5から10ぐらいですか。でもそれってさ、パーリューのさ、その朝のルーティンの配信を楽しみにしてるってことなの？そうですね。ラジオと、まあ、通常配信で僕も分けてるというか。へー。はい。で、それが終わったら、はい。はい。煽りますね。それが終わったら、はい、戻って、うん、このバイト、弁当の配達。あ、弁当配達ね。やってるので、はい。まあ、シャワー浴びて。シャワー浴びるの？シャワー浴びますよ。朝入るは、シャワーは。朝ですね。夜入んない。まあ、その、髪の毛とかできるだけ落としたいので、直前で。何を落としたいの？髪の毛です。その抜け毛とか、切れ毛とかを弁当の中入ったら困る。はぁ、なるほど。プロ意識だね。で、僕結構そう、多いんで、切れ毛とかが。はいはいはい。から、まあ、直前で入って落として、で、そのまま、弁当の配達。へぇー。衛生面もじゃん。カップつけてない？なんかあの、白い。一応、あの、ネットというか、あれは、つけてるんですよ。それでもまあ、やっぱたまに。あ、そうなの？ってことも、まあまあ、ゼロじゃないか。ゼロじゃないか、確かにね。はいはいはい。で、配達行って、うん、で、だいたい11時半か12時とかに、はい。まあ、配達終わって。終わって？で、まあ、そのまま家戻るか、うん、カードショップに一回寄るかっていうのがまああったりするんですけど。でもそれは割合的には。あ、でも家帰る方が多い。もうすぐ帰るの？ですから、終わったら早く。うん、で、帰って、だから早く帰った時は1時まで家いるの？だいたい1時とか、1時過ぎ、時半ぐらいですかね。には、いる。だいたい家に。あ、何してんの？帰りつつ、まあ、で、ご飯、だいたい、お弁当、はいはい、残ったご飯とかを弁当に詰めてもらってもらう。うん。で、家で食べて、うん、でそれで2時とか。うん。30分ね。だいたい30分くらいじゃないですか。だいたい30分。おそらく30分。はい、で、まあまあ2時だとして。うん。そっから、まあ、あと YouTube 見るとか。はい。なんか、ネタ書くんだったらネタ書くとか。なんでネタよ。ネタは最近たまにですけど、うん、歌書いたりしてます。歌？へぇー。あれ歌って。ソングのこと？ソングのこと。ああ。はいはい。歌書いて。それ、どこで披露するとか作るために。まあ、どっかで、うん、まあ、普通に公開、無料公開みたいなのするか、うん、まあ、ポッカチャで、なんかうまいことできないかなとか。曲を作るってことね、じゃあもう。そうですね。作曲はできるの？
いや、まあ、できてるのかわかんないですけど。うん、でもそういう、あるんだよ、なんか。いや、楽器とか全くないので、うん、その、本当に、自分の中で。アカペラみたいな。ですね。はいはい。へぇー。今その歌詞とかってなんか出るもんなんですか、すぐ。え？言えるもんなんですか、ロードメインで。いや、めちゃくちゃ恥ずかしいから言えない。めちゃくちゃ恥ずかしいですよ、ほんまに。でも、この未完成のものをやっぱ出していくっていうのも大事だからね。はい。はい、パーリュー。どういう感じなんですかね、ロックなのか、エモいのか、失恋なのか。エモい、エモいです。なんか、ギター後ろで鳴らしてそうなぐらいの。例えば、どういったアーティストを想像してやってるんですか。あ、でもこれを作った時は、うん、お笑い芸人で台風クラブなるおかさんって方いらっしゃるんですけど、うん、のがその人あのおこたしゃべりっていう YouTube で、はいはい、でおこたでこう曲披露したりとかおこたの曲作ったりとかもしてたりだったんですよ、うん、それをまあまあおこたしゃべり見てたんで聞いてて、うん、でなんとなくこの感じでなんか作りたいなと思って、うん、今回の曲は、まあ、勝手に僕はイメージして作っただけですが、声とあのなんかギターの感じがなんでなんか作りたいなーでが今、うん、ちょっとじゃあ出そうよ来週。来週無理無理だからじゃあ今頭に残ってる一小節だけ、はい、これはもうなんかツイッターにメモしちゃうぐらいみたいな、なんかある来週でもいいです来週でも満を持してなのか今さらっと言うかだって、俺だってね、過去曲作ったことあんねんよ。本当ですか？うん、もちろん自分の中でね。その時の俺もやっぱ覚えてるもんね。めくればめくるほど、お前が近づく。好きなんだけれど愛せない、長い夜だ。ちょっといいじゃないですか。いいですちょっといい。俺、メロディーもあるよ。めくればめくるほど、お前が近づく。好きなんだけれど愛せない、長い夜、ロングナイトでしょ。ダッサイ！いや、ダッサイですよ。ロングナイト？で、ちなみに、2番もあるんだけど、はい、3番もあるんだよ。3番は、お前と出会った、あの時、あの瞬間、はい、お前が好きでたまらない、You are mine っていう感じだよ。これ結構ね、うち中学校の方作って、はい、俺の歌集が歌集、学校の放送で流れて、すごい一瞬人気者になったって。ロングナイト流れた。ロングナイト流れたんすね。で、もう一人、仲のいい友達と、そいつがハモったりするんだけど、はいはい、一番のヒットソングはね、スマイルって曲だったんだけど。ヒットソング、これ歌聞く？はい。一回聞きましょう。これ多分今、浦添市の人ね、これ聞いてて、もしかしたら思い出、蘇ってる人いると思う。浦添の中学校だから。うん、確かに。スマイルよかったよ。笑ったり、ボボンボンボン、泣いたり、ボボンボンボン、はしゃいだり、知ってるけど、ボン、ボン、ボン、お前に対する気持ちは、決して、決して、変わらない。元気を出して、ゴーって。これはヒットっていうのは、どういった感じ？もうみんなが歌えるみたいな、同級生。同じ中学校だけどね。すごっ。で、なんか元気を出してたら、ゴーってみんな飛ぶみたいな。ああ、なるほど。そうそう。ヤンキーも飛ぶみたいなね。ええー。それって、あれなんですか、沖縄って、すごい音楽が馴染みがあるじゃないですか。うん、そうね、音楽馴染みあるね。みんな作ってるもんなんですか？それとも。みんな、いや、みんな作ってないよ。なんか、そういう、なんか、うちのバンドブームがあったから、ハイスタとかね。だからなんか、自分にはあんな曲は作れないけど、なんかちょっと面白い、コミカルなことだったらできるのかな、みたいな。ああ、で、発表する場が、作ろうと思えば作れるみたいな。作れる、作れる。まあ、しかも当時ラジカセに録音して、なんかこれをなんか回してて、うん。そうそう。っていうのあったね。じゃあ今、もしかしたら、その、今、ラジオの前では、え？あれだな。レッツゴーって言ってる人いる。言ってるね。ゴーね。元気を出して、ゴーだ。はい。これはあったんですよ。そういうのが。もうまだまだ本当あるんだけど、まあ、このあたりでちょっと。はい。じゃあ、どうですか？行ってきますか？今、お願いします。今日も、公園で配信するぜ。真夏でも雨の日でもいつものベンチで
おお。ちょっといいですね。ねえ。ブルースなんですね。ちょっとね。でも入りがなんか、日本昔話。おお、俺も思ったんや。おお、いやー。今日もう、ね、配信するぜ。公演のベンチで。急にブルースになったから。すごい曲やなって思う。なるほどね。これもうちょっと完成させてさ、アカペラでも出していって、そういうところからあるからね。アカペラから。アカペラでもいいんだよ、本当に何でも。曲をもしかしたらつける人がいるかもしれないしね。ミスター・チルドレンだって、はい、あの、小林武史っていうすごいね、プロデューサーと、あの、長いこと一緒にやってきたけど、一回離れたのよ。はい。ミスター・チルドレンも自分たちでやると。ライブの演出とかも自分たちで考えるって。で、小林武史と離れて7年ぐらい経った時に、桜井さんが曲作って、だけど、しっくり来なかったんだって。この一曲が。どうしても。どうしても来なくて、うわーっていろいろ悩んだけど、来なくて来なくて、で小林武史さんにその曲を送ったのよ。アレンジつけてほしい。編曲してほしいなのかな。そして小林さんから帰ってきて、聞いた瞬間に、これだって思ったの。へーすげー。これだって。で、小林武史さんにも聞いたら、小林武史さんも、久しぶりに来るじゃん、ミスチルから。桜井和俊から。うん、やってやろうって気持ちになるんだって。で、久しぶりにこの、両者が仕事をするっていう。はいはいはい。だからそういう曲がもし世に出てて、これを YOASOBI が見つけてさ、わ、これに曲つけて、うちのに歌わせたいっていう可能性もあるからね。確かに。これが SNS だから。うん。SNS。それぞれ、じゃあ切り取っておきましょうか。そうですね。あの、3曲、切り取って。はい。はい、3曲?1 曲、2曲。はい。ちゃんとあの、あとでちゃんと歌おう。じゃあ、歌って、もうちょい歌って。あ、ちょっと、あげよう。ショーツの方で。あげさせていただきますんで。ユンタク、だから、あの、どっちが再生回数いくかっていうのもありますね。勝負?勝負って、まあ、ショーツで勝負。やりつつね。ショーツで勝負。ショーツで勝負で、いいじゃない。ショーツで勝負で。はい。そんなところでございますね。はい。はい。どうなの最近は、元カノは。元カノは、普通に聞くことじゃないですけど。まあ、31回振られて、32回目に告白して付き合った人。そうですか、ね。と、別れちゃったんだよね。別れよ。でもなんか前どっか一緒にいるときにさ、なんか元カノから電話かかってきてなかった。まあ、そうですね。元カノから電話だみたいな。あれも、あれはどうなったの?いや、あれなんだったっけな。6月ぐらいの話ですよね。ね、ね、あったよね。なんかでもそれは普通に金返せっていやちゃうよちゃうよだからその事務的な手続きとかも家のとかも多分そういう連絡だったような気がしてあ一緒に住んでたのかちゃんとあそうです二人で借りたお家そうですね二人で何付き合って二人で申し込みに行ったってこと見てそうへえー、そんな素敵なことをね破局しちゃうのか俺経験がないからそうですね。破局の経験がないから。あ、ほんまですか?はい。ぜひぜひ一度。いや、もうないでしょ。そうですね。いや、あったらちょっとさすがに。味わいたかったなぁ。一回でいいから。でも、モテたでしょ、イハさん。え?モテたでしょ?あの、学生時代もそうです、若い頃。まあ、そうだ、やっぱりこの歌を歌うきっかけで、やっぱモテましたね。だから僕のこのルーツというと、この今日ね、オープニングだったけど、イハさんのここを、生い立ちを語ってみようみたいな、あったけど、はい、まあ、そうだね、こう言われて、言われると、まあ、モテたはモテたね。あの、高校時代は、学校で、ミスターっていうコンテストがあって、かっこいい人ランキング。ミスター、はい、はい。ミスター、ミスター浦添高校みたいな。みたいな。それで私3年連続選ばれてますから。へ、え、ぇー、はい。はい。だから歌も流行ったんだ。高校の時は歌出してないよね。ああ歌出してない。はい。高校の時は棒高跳びやってたから。ああ、棒高跳び、うん、棒高跳びで、まあまあ、県内ではまあ、結構トップだったので。いや、そうそう。だから、まあ、良かったのかもしれないね。あとは、まあ、こういう性格だから、明るいし、みんなと喋るから、あ、これだ、この候補だったら、まあ、俺じゃないみたいなこと入れてくれてるんだよ、多分ね。あ実質人気投票みたいなもんだったのね。なるほど、なるほど。イケメンは他にもいたもんだって。うん。俺の後輩で、今ね、刀剣乱舞とかの舞台もやってて、今はやってるかね、刀剣乱舞出たりとか、すごい 2.5 次元俳優で有名な人いるんだよ。玉木祐希って言うんだけど、玉木祐希くんも僕の高校の1個下で、その子も上がったのよ。要は、あの、ミスター候補に。ミスター候補で、その中から投票するんだけど、その子を抑えてトップだから。すごい。そう、3学年ね、トータルで。はい3年連続。3年連続。1年生からってこと ?1 年生から。すごい。そう。だから、
人気投票かなっていう。イケメンだったらこの子には負けるだと思ってたけど、ああ、俺勝つってことはまあまあ、そういうことか、みたいな。そういうのもあるんだなっていうね。で、あの時は今よりもう15、6キロ痩せてたしね。そうですね。うん。そうそうそう。でもね、はい、その僕がこの東京来て、TBS でバイトをしたのね。で、辞めた後に、佐川急便の夜の仕分けのバイトしたね。浮間船戸ってところでさ、東京の板橋区の。夜の仕分けが降りてきて、それを全部こうやって分けるの、こうやって。これはここだ、これはここだ、みたいな。いや、これは豊島区何丁目。これは板橋区、板橋一丁目、みたいな。それ全部分けるのよ。そういう仕事があって、夜中ずっと分けてるね。バイトなんで。で、それの仕事をして、バイトしてるときに、途中で、俺の同級生は大学4年生で、もう次の春から就職するわけ。で、俺その時に俺何やってんだと思って、これ仕分けなんかやって、東京まで来て。これじゃダメだと思って。でも自分は高卒だし、何にも能力ないと。おしゃべりすることしか。だから、そうだ。これテレビの世界はいいから、テレビの世界を受けてみようと思って、制作会社とか結構さ、18歳とか、学歴不問で書いてたから、はいはい、ありましたね。こう、調べたのよ。そしたらね、お給料がやっぱ安かったんだよね。書いてた額が。まあ、16、18とかですよね。そうそうそう、大体、はい、あの、バイトの雑誌にも載ってるし、はいはいはい、で、働くところも当時俺が住んでた、やっぱ板橋から比べると遠いのよ。港区とかさ、お台場とかだから。だから、これ嫌だなと思ってて、自分の中で勇気でなくて、それでなんか普通に就職したところが、まあ、営業会社で。で、結構厳しい営業会社で。髪型とかもうるさいのよ。っていうところで2年間揉まれた後に、ホリプロコムの社長さんとちょっとつながりができて、まあ、それで面接を受けたらなんか受かって、お、じゃあもう会社辞めようつって辞めて、そっからもう、まあ、トントン拍子じゃないけど、まあ、いろんなことがあって、今に至るという。はいはい。ことでございますね。面白いですね、はい。なかなかそんな人生歩めないですよね。いや、だからね、あの時ね、ホリプロコムの社長と一緒に飲んでいた女の子が僕の高校の後輩だった。あ、へぇ。なるほど。わかる。だからもうミスター浦添の、そうそうそう。知ってるってことですね。で、面白いしと。はい、僕のことは。よく喋るし面白いですよっていうのを、そのホリプロコムの社長にお伝えしてくれて、したら、社長が興味あるから、みたいな、マネージャーみたいなの。って言ったら、あ、聞いてみますよ、つって、電話が来て、あ、つーねーって言われたんだけど、つーねー、今、何々と飲んでるんだけど、なんかマネージャー興味あるって言われて、俺もとっさに、昔やりたいって思ってたから、なんかしら。あ、あるある、つって。だったら、電話番号送るから、週明け連絡して、みたいな言って。で、電話したら、はい、聞いてる聞いてる、みたいな感じ。その一本の電話が、今に繋がってるわけですか？そうだよ。すごっ。で、あの電話取った場所も覚えてるもんね。トイレですか？いや、どこだっけな。いや、忘れとんのかい。それ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 先に僕はトイレですけど、ボケちゃったから。なんでやねん。そうそうそう。で、あれはね、都営新宿線のね、あけぼの橋っていう駅のホームで、ちょうど、その時、新浦安の系列電機で、e モバイルっていう携帯端末の、営業をやってたのよ。で、帰ってきて乗り換えが明けぼの橋で、そこでちょうど電話が鳴って取ったのね。そしたらそういう電話で、おっと思って、ほんとすぐかけて、ね。で、これは人生変わるぞっていう僕の中で思って、すぐうちの長女の旦那さんに電話して、勝則兄さんって言うんだけどね、はい。今こういうことでこうなんですけど、どう思いますって言ったら、やりたいんだったらもう今すぐ挑戦した方がいいよ。うん、まあ、23歳だったから。よし、これは挑戦するしかないなと思って、まあ、飛び込んだ話ですね、はいはいはい。さっきも言ったようにね。その一本の電話が本当今に繋がってる。これ多分間違いないと思う。うん。いや、まあ、if もしもって自分のこと考えたことない。この時こうしたら自分はここにいないだろうなとかさ。ない。ああでもパリはどの道行ってもここいただろうな。え全部の分岐が。そうですか。ゲームやったらめちゃめちゃ思うんですか。エンディング1個しかない。トラヘルさんの一番の選択分岐ってどこだ。ああ、それ大事よ。ああ、でも、もともとコンビ組んでて、が地元一緒だったんですけど、の電話、来月からもう就職、うん、4月から仕事始まる、お互い決まってるって時に、
電話来て、うん、お笑いやらないって言われてやるって言ったことじゃないですか。あ、どこ、地元どこ？地元大分県の中津市。お、中津からあるよね。あ、そうそうそう、はいはい、それが多分一番大きかった。それだって断ってたらずっとそこに普通に就職してそのまま。あ、そうか、いたな多分な。でも芸人やらないって言われてそのやるっていうのを入ってすぐ行ったらもう親にも相談せずに、はい、でそれですぐ東京来たの。いや、まあ、就職お互い一応決まってはいるので、うん、まあ、一回そのまま就職して、はいはい、貯金して東京行く。出ました、はい。福山雅治と一緒ね。そうですね。はいはいはい、そう、あの福山雅治と一緒ね。一緒なんですよ。現在地は現在地はどうやねん、福山雅治とは。現在地、福山雅治さんも、もう、全国的にももちろん、うん、めちゃくちゃ。じゃあや、大体一緒やん。港区やろ。あ、確かに。一緒やん。家はないけど歌も作ってますし。あ、確かに。ほら、うわ、一緒やん。ほんまや。いいよ。あとドラマ出るだけですかね。うん。でもエキストラで出てるもんね。出てる。ドラヘルの俺が作ったさ、なんだろう、プロフィールにあまりにも書くことがないから、はい、エキストラの情報も一応書いてそうです。はずって思いながら。エキストラとは書いてないです。確かに。確かに。いや、恥ずかしかったです。エキストラって別に決めるのはあっちであって、まあまあ、出たには変わりないもんね。そうですね。どんなこと言うな。そんなことないですよ。じゃあ、パーリューはそれなのね。その電話が、そうですね。今の自分につながると。はい。ああ、それ嬉しい。ちょっとね、いろいろおしゃべりすぎてもあれなんで、はい、このあたりで一発、はい、CM 行きたいと思います。はい。それでは聞いてください。沖縄スイミングスクールの CM です。住めるスイミング、ただいま会員募集中。ガルフにマカ長兄、ガルフにお任せダイエット、ガルフにお任せ健康づくり、設備も充実、楽しく運動、スポーツクラブはガルフ。ガルフスポーツクラブ富城前田牧港会員募集中。いやいい CM ですねありがとうございます。言いたかったんですか、それずっと。ちょっとやってみたかったんですちょっと実はね、さちゃんがいつもやってるからさ、はい、来週もやろうかな、来週も。はい。はい、さあ、パーリュー。はい。今日僕がね、はいはい、パーリューにここ来るにあたって、はい。一個だけ用意してほしいものがあるということで。はい。怖い話、まあ、ゾッとする話。はい、する話。ちょっと一個だけ持ってきていただけるということで、はい、いいですか。はい、わかりました。はい。では、お聞きください。パーリューの、ゾッとする話。歌いそうやな。もう笑いなしだから、はい。これまあ僕の高校の頃なんですけど。はい。で、まあ、もともと僕コンビ組んでて。その相方も、元相方自体は中学からの付き合いで。うん、で、その高校は学校違うんですけど、まあバイト先一緒で。うん、で、ある日バイト、同じ時間に終わって、うん、じゃあ帰ろうかって言って。で、その帰り道が、うん、店の前を200〜300メートルぐらいの直進の道路があって、うん、で、その途中の小道をちょっと入って帰っていくみたいなルートなんですよ、はい。はいはい。で、自転車で二人でこうバーって行って、50メートルぐらい進んだ時に、急に後ろにブンってなんか気配感じて、でも、人が走ってる音も聞こえるわけでもないですし、うん、自転車漕いでる音が聞こえるわけでもないですし、うん、なんかそう、音は全く聞こえないです。うん、けど、自分たちの後ろ2メートルぐらいに何かがおるっていうのだけ感じて、はい、うわ、怖ーと思ってて、でも振り返れないしなと思ったら相方が、なんか銀魂の話しだして、うん、で、銀魂ってまあギャグ漫画で、まあアニメもあるんですけど、うん、で、あ、その明るい話で紛らわそうと思って、で、それをこうバーって乗ってて、で、その小道、道の途中の小道に入った瞬間、うん、なんかその気配もなんか消えて、うわ、何やったんやろって思いながら、まあ、帰ってて、うん、で、もうその日、家帰るの怖かったんで、まあ、怖いとは言わずに、その相方、元相方、家に泊まるって、泊まるわ、今日は。高校生なのに？はいはいはい。泊まって帰るわ、朝帰るわって言って、ああ、全然いいよって言って、で、家着いて、で、玄関入って、うん、の、この時に言おうと思って、じゃあのさって言った、うん、したら、いや待って、わかるって言われて、おい、えあん時、あの後ろになんか気配感じたやつやんな、俺も思ってて、うん、で、それが俺も怖かったから銀魂の話したのよ、おその耐えられないからって言って、
え、お互いに同じタイミングで感じてたら、もうおるやん。じゃあなんかがって、うん。もうもちろん答え合わせはできないんですけど、はい、これ何やったんやろうなって結局、まあわからない、うん。僕ら、僕霊感がないので、はいはい、ただその、謎のなんか気配、何か、人じゃない何か。はい。っていうのを一度だけ僕は人生で感じたことがありますけど。はい。でなんかその、霊感ある人って、その黒い影見えるって言うんですけど、はい、なんか僕の友達、はい、またなんか結構同じような体験してて、すごく霊感あるんですけど、うん、教室授業中、高校の時の話なんですけど、その霊感ある子二人いて教室の中に、その子二人が急に窓側バッて向いたんですよ。こう、ふわって向いて、みんな授業中なのに。あれ何やったんって聞いたら、窓に急に黒いのがバーンって当たってきたんやもん。二人とも同じこと言うんですよ。多分、同じ感じなんですよ、それって。だから黒いのなんかついてたんじゃないかな。あ、多分シンプルになんか一緒に帰りたかったんか。ハートフルな方なんですか。帰りたかったけどなんか銀魂の話したから、あ、それ合わんわってなって。銀魂俺好きちゃうな。あ、ちゃうわ。もしかしたら分かんないですよ、ほんまに分かんない。いや、なんだ、もしかしたらドローンかもしれないもんね。いや、ドローン。十何年前っすよ。いやだからもう試作品、試作品飛ばすな。人がいないところでできるだけやっちゃおるよ、目の前に。オスプレイかもしれないですね。いや、飛ばすな。当時のね。危ないでしょ。といったこともありつつでございます。今日はそういったね、はい、ことを交えて8回のコーナーを聞いてみましょう。どうぞ、はい、8回のラジオイエーイ。はい、浦添市の皆さんこんにちは。8回の西渕です。カンポンです。じゃんけんポン、あいこうでしょ。あっち向いてほい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 。最後に泣くのはパンダ。あはー、負けたー。え、どうも、変なローカルルールです。お願いします。なんで最後パンダに全部押し付けるんだよ。いや、負けちゃうんだ。下関出身なんで関係ないだろ。山口県のね。パンダ関係ない。下関はこれなんで。ローカルルールってことです。これなんで、ね、お願いしますね。というわけで、はい、今週のトピックスというかね、真実を ね話してくださいね。うん、いや、もちろんね、ずっと真実を話すラジオですからね。うん、うん、なんか最近テレビを見ててさ、はい、結構最近あの CM がね、なんかケンタッキーの CM、うん、結構最近よく見るんだけど、うん、あの高畑充希さんがさ、うん、なんか CM の最後に、うん、今日ケンタッキーにしないって言ってる CM っていう、好きだな、ね、あの可愛らしい CM、うん、あれさ、俺に向けて言ってんの？え？らしいね。そう、なんか聞いたわ、それ。あれ、俺に向けて言ってるらしくて、なんか、なんだろう、なんか俺も聞き覚えあるなと思ったの。その、今日ケンタッキーにしないって言われて、うんうん、聞き覚えあるなと思ったら、なんかね、前言われたんだよな。なんか事務所通してみ、なんか、うん、入ってからだよね。あ、入ってから、そう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 。事務所入ってから、うん、前言われたことがあるんですか？なんかライブで一緒だったのかな。へぇー、高畑充希さんと。なんかすごいよ、ここ最近バロックワークスと対決ライブし、高畑充希さんとね、やったりとか。だいぶ来てますよ。なんかロフトナインでトークライブでなんか一緒だった。まあ、うちらはいない時ですよね。警備員さんだけ。あん、多分警備員だけじゃない。うん。まあ、俺だけだよ。まあ、確かに。確かに。MC みたいなことをしてる時に、なんかシークレットゲストで高畑充希さんが。すごいね。来てくれて。そうそうそう、なんか、なんか全然内緒知らなかったですよみたいな、楽屋で言ったら、あ、どうも、はじめまして、今日ケンタッキーにしないって最初になんか言われたの、軽く。芸人のつかみみたいな感じで。そうそう、あーすごい、あー、それは本物だみたいな、はいはいはい。でもそれはなんか挨拶の、今日ケンタッキーにしないだったらしいんだけど、俺めちゃくちゃ仲良くなって、それで、うんうんうん、そう、ミニカーの話でなんかすごい仲良くなってミニカー好きなんですか？ミニカー大好きだし、俺はそんなまあ好きじゃない、まあでもちょっと知ってるから、うん、めっちゃ仲良くなって、なるほどね、うん、わあすごいな、ケビンさんすごい面白いですねみたいな、わかるんだ、いやすごい、なんかこんなまだ売れてない中でこんな面白い芸人されるの知らなかったですみたいな、すごい良かった、うん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 、で、あ、じゃあちょっと、恥ずかしいけどいいですかみたいな言われて、そのクッて一回なんか高畑充希さんがなんか、うん、ふって目つぶったの、うん、そのなんかわかんないんだけど、なんか草原みたいなって、渋谷ロフトナインが一緒に、すごいすごいすごい、えと思って、どういうこと、無理だけどね普通は、いや無理だけどどういうことって
思って、うん、高畑美月さんだけいたの、その草原に、うん、広い草原に、うん、で美月さんがパッて目開けて、うん、俺の目見て今日ケンタッキーにしない、うん、って言ってきたの。怖いけどな。何これ、さっきはベビーカーの話してたけど、これもう分かって、もさっきのケンタッキーにしないとまるで違う、うんうんうん、なんか骨のある本気のね、ケンタッキーにしないだと、うるせえよ骨、これはすごいと思って、はい、でその後に今後私の今日ケンタッキーにしないは警備員さんだけにしか言わませんよって言われて、うん、でってなってうんって草原が消えたら、玄関、家の玄関立ってたの、うん、はい、もう家の玄関の渋谷ロカナインいたのに立ってて、はぁって思って、で、何だったんだあれと思って、なんかツイッター見たら高田美月の DM 来てて、今日のことは内緒ですよって来てて、だからあれはもうずっともうそうらしい。いや俺も全く同じことされたわ。お前あれ、お前嘘だろ。いやそんなわけないよ、だって同じ、いや草原でしょ、で草原草原奥の方にさ、なんかちょっと丘みたいな、ああそう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 、なんか結構広めのね、もう限りない、うん、え、わかんない、誰にもやってるらしいそれ。お前嘘だ、ケンタッキーにしないって。え、じゃあ西口さんに向けて言ってる。いやもうなんかカーネル・サンダースにもう親人質に取られてるらしくて。おい、え、うん、やらされてるってことあれを。まあなのかなって話は、ちょっと芸能界のねあれだから。そう、いや、え、お前、え、コンポはないでしょ別に。私ないです、コンポはない、うん、いや俺も全く同じだね。ええ、いつそれ、え、いつやられたの。パラペーニョ的なやつが出てたとか、7月とか6月とか。そのケンタッキー軸じゃなくてパラペーニョが出てた、 お前の活動の軸で喋って、そのケンタッキーを軸じゃなくて、まあ、7月とかかな。あ、キングオブコントの1回戦と2回戦の間のあの追加降格でうんぬんみたいなことついてた時何その重要な時期にさ何たあったってこと。実際いや俺も最初そういう風に思って、やっぱ俺のことのために言ってんのかなと思ったんだけど、いやなんかすごいいろんな人から聞くから、何、いやその違う、俺はライブで一緒だった時にやられたんだけど、お前いつやられたの、その高畑充希さんと会ったわけでもないんでしょ。相席座だよ。マジで相席居酒屋で行くなよお前が。いや1回戦と2回戦の間にまずお前だよ。相席居酒屋行った時に高畑充希さんが回ってきて、お前嫌な言い方すんな、回ってきてこうなんか順番でさぐるぐるするんでしょ。いやまあそうだけどさ、いらして、うん、そこで8階の西口さんですよねみたいな。うわ知ってたんだ、なんで西口知ってんのに俺知らなかったんだよ。でおかしいな、そのさ草原になって俺さ早っ、うん、そのいろいろ走るも喋ってくれたから草原になって、あでその草原にこうふわって風が吹いたら草がさ、うん、飛んでくんだよ、うん、ああってなったらもうその2回戦のその自転車のネタの拍手笑いのところ、俺がやったーって言ってるところまで行ってた。飛んでたんだ。じゃあそこ何、1分半のとこ、そのネタやってる最初から1分半までの何、いや分かんない、草がそのふわって飛んだら俺がやったーって言って拍手があって、うん、まあまあまあみたいな感じで3人ではけていって、うん、って感じだった。いやお前プロだな急にコントの途中飛ばされてよくオチまで行けた。何だったのかちょっと分かんないんだけど、いや俺風吹いてなかったもんな、だって。何あれ演技ってこと、じゃあ全部。いやだからや回ってじゃ影響力ある人を多分上から順にやってって俺ガンが来たんだ、インフルエンサー順に。いや全すっごい上から行ってって松本さんとか、うわもうじゃあテレビやってる人も全員ってことだ、回っていって、うわ竹内さんとか、うわこの辺り行って、多分もう今俺までが来てるから、うんうんうん、うわそうなんだ、うわ難しい。ちょっと人間横丁どっちが先かな聞きたい、ね、そこは嫉妬心だ、そこはちょっと聞きたいね。だからもうケンタッキーすごいことになってるんじゃない今ね、株というか収益がにしては買ってないわ俺ら。そんなことされたのにちょっと確かに、あれ気持ち、あれもっと真に受けていこうか、みんなね。なるほど、ケンタッキーしないに対して、あのもう俺に言ってるんだっていう、いうことでちょっとそうだねってやった方がいいんじゃないですか。過去一混沌としたがいいもんだよ。わあ悔しいな。じゃあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやーなるほどね。
自転車も、やっぱ通勤通学だけじゃなくて、健康にもいいっていう話でしたね。はい、ありがとうございます。引っ張られましたね、今。さあ、あっという間でございます。はい、お時間がやってきました。ユンタクラフテーナイトでは感想や要望など、あなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは、ユンタクアットマークパッチューネ 21.com。ツイッターのハッシュタグは、ユンタクラフテーナイトです。はい。さあ、今日の感想、まあ、ドラゴンヘルパー、リュウスケへのメッセージなどもお待ちしております。はい、あと、ユンタクラフテーナイトでは、ゾッとする話を一年中募集しております。通常であれば、夏に、はい、募集するものではございますが、ユンタクラフテーナイトは、年間を通して、ゾッとする話を募集していこうと。なので、ゾッとする話のスペシャリストを見れたのか、みたいなのが、はい、冬暇するんですけど、うちはそういった方々を応援していこうという、意味合いもございますのでね。はい。なんかありますか、ゾッとする話は。ゾッとする話ですか。いや、もう一個ありますけど、まあ、僕の体験談じゃないですか。じゃあ、また来週で。来週に、来週だぜ。はい。ということでございます。ありがとうございました。はい、では、また来週。ありがとうございました。同じの飲んでるだけやのに気が合うんかなって思ってまう。ペットボトルキャップきっとここでストップ、バチ当たるって思ってまう。片付けの最中資源ゴミは来週、君の休みは明日だよな。リサーチ聞きたいけど狙いすぎかなって思ってまう。オーシャンビュー透過したいけど玉川くらいが俺やろな。フレンチ予約してみようか、でも気を使わせてもあかんよな。綺麗な吐息でいたいけどブレスケアだけじゃあかんかな。好き好き好きすぎどうしよう。しっかりまっすぐ伝えたいこの想い。ギュッと抱いてキスできるわけないか、まだ僕の片思い。振られてもスキップ思いたいまいか、思えず動けないまま。ペットボトルキャップずっとここでストップ、バチ当たるって思ってまう。忘れてたジュースシンクに流した、君のことばかり見ていたな。ペットボトルキャップここでストップ、バチ当たるって思ってまう。片付けの最中資源ゴミは来週、君の休みは明日だよな。君のことばかり見ていたな。